JR 東日本特別急行草津4号にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。本日この列車が草津号という愛称名での定期運転は最後となります。草津号という愛称は上野から当時の長野原間を走る列車の愛称として誕生いたしました。2002年12月のダイヤ改正で特別急行草津として運行されるようになりました。そして2014年3月には本日ご乗車中の651系電車に車両が置き換わりました。651系特別急行電車は JR 東日本初の特急型電車として1989年3月のダイヤ改正より常磐線の特急スーパーひたち号としてデビューいたしました。登場当時のキャッチコピーはタキシードボディのすごいやつで、在来線特急として初めての130キロでの営業運転を実現しました。2014年には一部交流機器を使用停止し、651系旋盤台として高崎線の特別急行列車としても運行を始めました。そして約9年間に及んだ高崎線での定期運用も本日までとなります。どうぞ651系特別急行草津号の雄姿をお楽しみください。